はいさーい、はいさーい。今回ですね、はい、炎上動画を撮ってみようです。どういう意味かと言いますと、我々も炎上動画少なからず出してるわけですよ。出してるんですね。これは好意的じゃなくて、うん、分からず出しちゃってるんですよね、はい、で、明らかに炎上するであろうっていう企画を説明して、うん、その時点でメンバーが止めるかどうかという企画です。モラルを問うという感じですね、テーマはね、はい、一発目がこちら、電信柱登ってみた。これはね、明らかにね、頬に触れますからね、皆さん。これ自分らでも分かりますもんね、こんな登っちゃいけないっていうのはね、危ないしね、危ないですね、命綱もないし、とても危険とね。この廃材メンバーみんなモラル持ってますからね、絶対止めてくれると俺は信じてます。じゃあ一人ずつ呼びますか。はい、じゃあ、はい、行ってみましょうか。はいはい、はいさーい、はいさーい、はい、今回ですね、こちら、これ何ですか。電柱ですね。登ってるの見たことある。登ってるの、うん、まあ工事の人とか。そう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 、工事の人とか。でそれをどこまで登れるかっていう企画です。なるほど。え、マジ登ってる。俺だからこうやって GoPro、うんうん、つけて、うん、その臨場感というか、うん、高さもはっきり。あ、なるほどね。これ大丈夫、なんかあのごちゃんとかでやっぱ YouTuber やらかすみたいなことにならない大丈夫なんですか。一応なんかね、別に迷惑かけてるわけじゃないですからね、人。え、これ登るってどこまで、上まで登る。上まで登って、タッチして、登ってくる、降りてくるってことですね。絶対危ない中が出てくるよ、コメントで。真似するやついるからやめろ中が出てくる。ああ、本当にこの企画なの。ちょっとなんか最近ね、最初のあれだから、衝撃があるやつ乗るかっていろいろ話してて、こういうのやったら結構面白いのかなみたいな。ここ、足まずい。ここ奥さん、はい、で、こう置けば、もうここまで登れば、うん、これ全部いけると思う、一気に。ここまで行けばよ、一回ね。最初が難しいただけ。誰から行けますこれ。タケシ、これ、行けるかな、これ。タケシ、行けるんだよ。ちょっと最近、ちょっとジム通ってるんで、最近ちょっと行けるかなと思いますけどね。直しは一応どこまで登れる。いや、やろうと思うと全部できると思うけど。いけるんだ。ちょっと怖くなってきましたね。その友もいるからね、ちょっと。この企画は私はパスしたいと。この企画は私はパスしたいと。パスしたい、うん、なるほど。止めてくれました、危うく炎上動画でした。お塩はちゃんと止めますね。あ、そういう善人でしたね。善人でした。だからニヤニヤしてなんかおかしいなって横見たらさ、ひっちゃんニヤニヤしてさ、チラチラもう、あ、これなんかおかしいやつだって分かってたけど。分かってた、分かってた。分かんない。まずこのメンツでなんかドンキとか買い出していくのに、なんで俺ってなるからね、この状態で。はい、ということでね、保管ですよ、うちの娘。一人目、お塩が、まあ、合格というかね、常識人でした。はい、じゃあ次のメンバー呼びますか。うん、登って大丈夫ですか、これ。だって登ってる人見たことあるでしょ、俺。あ、確かにね。電気工事士とか登ってるか。僕らは電気工事士だね。一番上まで行けばいいんじゃない。あ、違う、高いな。二つ目、どこに足かけるかだよな。落ちても知らない程度のところまでは登れる。でそれ以上ちょっと厳しいかなっていう感じ。それ以上いかんと負けになる。あ、罰ゲームとかあるんですか。あります。マジっすか。どんなのですか。なんかデスソース的な。あ、デスソース、うん、一気飲み。じゃあもうこれはやるしかないですよ、これ。じゃあ先行、ここ先行、じゃんけんからいきます。最初はグッ、じゃんけん、ほい。おーし、っていうことはこれ、じゃあ最初でいきます。最初はグッ、じゃんけん、ほい。最後、2番目。じゃあ2番目、 OK です。じゃあいきますか。じゃあ GoPro でこう撮るんで。タクシー気をつけてよ。もう大丈夫ですよ。一応無理はしないけどね、もう途中でやばいと思ったら降りてくるんで。よっしゃ、よし。以上。どっから。ここ足かけて、うん、で2番目足ここかけたほうやつ。あ、登り方としてはですね。うん、 OK です。で、ここに大事に乗っかってきます。ジョイさんには勝ちたいな。一段目すらいけないもん。一段目もいけないですか。一段目も多分いけないもん。怖いですか。怖いな。よし、
しゃ行くぞ。オッケーオッケー。じゃあ行きますよ、行きますよ。いいんですか、頑張りますよ。はい、タイムアップ。タイムアップ、タイムアップ、タイムアップ。はい、ということですね。はいはい、こんな炎上企画をジョイは突っ込まないでした。傍観者一切何も言わなかった。言ってたよ、一応最初に言ったけど大丈夫だろって言われてた。多分俺的には大丈夫だろって聞いたわけよ。で、大丈夫じゃないですから多分許可取ったんだろうなって思ったんだと思うわけよ、うん、なるほど。こうやって登ってもいいっていう許可をいただいてると思ったんじゃないの。あ、なるほど。あ、違う違う、ジョイは実際どう思った。いや、俺はこういう体のあの絵を撮りながら俺がやろうとした時にみんな車バーって行って置いていくのかなと思った。あ、なるほど、そっち、ね、なんかそっちのドッキリをされるのかなと思って。あー、ドッキリだと思ったんだ。一応違う方向でのドッキリ来たから今びっくりされてる。こっちの方のドッキリ来たから、え、そうなんだと思って。そっちにびっくりした。あ、なるほどね。実際この企画はどう思った。絶対ダメでしょ。何なんで絶対ダメなのに止めなかった。いや、最初に言ったじゃないですか。大丈夫ですか。あ、なるほどね。もうちょっと全力で止めないとね。ここになって止めるぐらい、ね、今巻き込まれてますからね。今これが本当だったら今巻き込まれてますから、ね、一緒に炎上なってますから、ね、ジョイさん込みで、ね、まあ、俺はもう絶対あっちの置いてかれる方のドッキリなんだろう。なるほどね。どっちに転んでも多分叩かれてますからね。そして登ってるわけですからね。はい、ということで、ね、ジョイでした。ジョイ、次のメンバー行きましょう。おっしゃー、そういうの。はい、さーい、はい、さーい。今回ですね、はい、沖縄タイムスっていうこの新聞で、うん、カツオの量が減ってるらしいんですよ、うん、全然取れないと、うん、で、理由としては、まあ、潮が悪いってのと、うん、で、釣り人が増えたっていう話があったんですよ、うん、なので、今日こっちに釣り人何人かいるんですけど、うん、のクーラーボックスに入ってる魚を逃がすっていう動画です。あ、逃がす。開けて、ドバーン。なるほど、やばいでしょ、それ。これは何、一応喧嘩勝てる人限定の方がいいと思うんですよ。だって襲われたらたまたまじゃないですよ。なんて言うんだろうな、大丈夫じゃない、逃げれば。一応逃げればってやって、いや俺多分足遅いと思うんで、多分格闘になると思うんですよ。その時に勝てるやつじゃないと俺は厳しいっていう話ですね、結局。そうだな、じゃあ一発目どうする。いや一発目じゃあすぐ行くか。どうするか、あっちのおっさんやぼうかな。結構ちょっと釣れてるんだろう。すぐ人選んだ方がいい。釣れてるな、やばい系だったらちょっと危ないな。で、クーラーボックス2つあるから、あー、ちょっと危なそうだ、ちょっと怖そうだな、怖いな。だから今でクーラーボックスの開け方覚えて、うん、並ぶコンパクトにできるようにした方がね。そうだね、逃げれる確率も高いし。ここ行って、ここダブルで行くか。ここ行って、で、この人のクーラーボックスも一気にバーン、2つダブルで2連、うん、やった後、あの海底に沈められない、俺捕まったら大丈夫、大丈夫じゃない、大丈夫だと思う。生きて帰ってこれるかな。あっちやってバーン、で走って逃げつつ、であっちで待ってばっけ、またでどこ行ったかって聞かれたら、あっち行きましたって。俺もあっちなんか誘導するし、その辺は。あ、じゃあ援護は何ですか。援護もまあ時と場合によって、捕まった場合をもう援護しよう。どうする、すぐできれば。いやまあ一応同情するな、少しできるかな。でも今日の夕食かもしれないし、今日の夕食かもしれないし、それ逃がすのはちょっと心痛い。一応セーフ、セーフ、セーフ、セーフですね。セーフでしたね。なるほど。だから今回あの炎上する動画をもしやってしまった場合、メンバーは止めるのかっていう企画でした。ああ、なるほど、うん、そうまず葛藤することしたいがおかしいだろ。結構途中まで乗り気じゃなかった。なんで途中まで乗り気だった。風うるさい、風うるさいから、あっち行くか。風も途中なんで乗り気だった。まあ、海のものはみんなのものかなと思って。みんなのものまあいいだろうって言うんです、ちょっと。まあでも、もしかしたら今日生きるご飯かもしれないなと思ったら、やめた方がいいなって。それを考えたら、それを考えたらご飯じゃなかったらよかったんだ。ご飯じゃなかったら、ワンチャンやってたかもしれない。俺、カメラ撮りながら、この人結構悪いやつじゃないか。まあ一応止めたからセーフなんじゃない。電線盗まれれば大丈夫なんです、電線をね。電線盗みそうな顔してますからね。電線盗みが、ごまきの弟の顔してますから。入れ墨入ってない分まだマシですけどね、その辺はね。いや危なかった。はい、ということで、じゃあまた次のメンバー行きますか。
じゃあ次のメンバー行ってみましょう。